こんにちは、チョメです。一つ目の課題、続きやっていきます。パート2ですね。あまりにも緊張して朝食のクランペットも食べられなかったわ。全魔法使いトーナメントではフードをかぶってもいいのかな？この教室で一体どんな危険な目に遭うのかってしら。じゃあやっていこう。私が勝つのを見る準備はいい YouTube？ 危険なニフラーをいつでも出してくるといいわ。僕はこの挑戦に勝つことに必死で、君がやってることを見てる余裕なんてないよ、メルーラ。初の全魔法使いトーナメントの一つ目の課題にようこそ。この一つ目の課題の勝者には100点与えるぞ。3つの課題をこなした後に最も多く得点を獲得した生徒が栄えある全魔法使いトーナメント杯をもらうことになる。この一つ目の課題は俺が考えたんだ。勝つには起点とスピードが必要だぞ。それじゃあこの部屋中にキラキラしたものを隠してある。制限時間内に誰よりも見つけたやつが勝つ。誰よりも一番キラキラしたのを見つけたらか、それとも誰よりも一番多くキラキラしたのを見つけたからか。なかなかいい質問だな。誰よりも一番多くキラキラしたのを見つけられただ。だが競う相手はお前さんたちだけじゃねえ。ニフラーとも競い合うんだ。ああ、それでか。火を吐くニフラー、クイディッチのバットを振り回してるニフラー、探検を投げつけてくるニフラ、ガリオンを追うニフラでしょう、多分。普通の何の変哲もないニフラが12匹もいるのか。だがキラキラしたものに関してはお前さんたちからかっさらっていくぐらい貧欲だから油断はできねえぞ。それがこの課題の危険な要素なわけ。参加者の勇気、知性、魔力を試す課題としてはかなりわかりやすいわね。きっとこの課題にはニフラーとかキラキラしたものとか確保とか異常の意味があるんだよ、ハグリッド。そうだよな。よし、それじゃあ始めるぞ。ニフラーを離せ。うわー、すごい出て方が。キラキラしたものを集める8時間やっていきます。星5で合格だね。バナビがめちゃめちゃ走っていったんだけど。うわー、これタッチしづらい。あのニフラーが僕の集めたものを取って逃げていった。まあ、一回タップしたら、この上の吹き出しをね、クリックすれば大丈夫ですよ。この課題に勝ったとして、どうやって呪われた部屋に備えられるんだろう。バナビすごいな。じゃあリズ、話し合う。ニフラーには何を言っても無駄なことが多いのよね。じゃあアンドレ。あの小さいやつが僕のズボンを破ったんだ。僕のお気に入りのズボンを。じゃあジェイキム。危険って一言で言うけど、人によって何が危険なのか違うのかも。じゃあトンクス。私はどんな課題を予想していたのかしら。これじゃないのは確かだわ。でもニフラー怖いよな、レイミ。お金とか取られたら生きていけないよ。時間はあとどれくらいかしら。僕がリードしてるのか、誰がリードしてるかね。じゃあイスメルだ。あっち行ってよニフラー。捕まえるんじゃないの。あ、集めるか。こんな課題バカバカしすぎるわ。キラキラしたものを拾うなんてバカバカしいわよ。まあ拾っても取られんようにせんやいけんよな、ニフラーにな。他はチャチャリ。5個6個。君はキラキラしたものをいくつ見つけた。気づく。ニフラーに数で圧倒されてる気がするわ。まあニフラーもだけど、このライバルたちもね。あ、結構この右のドアのところの下のところとかまだまだ落ちてるね。じゃあなんかループっぽいね、多分バーナビー。あのニフラーが僕の集めたものを取って逃げていった。じゃあね、少々お待ちください。どんどんね、やっていきますね。はい。いつも通りコインをゲットします。8時間だからちょっと多めだね。時間じゃ。ニフラーに奪われる前に、キラキラしたものを入れた袋をハグリッドとわしのところに持ってくるんじゃ。集めたものの数を数えたら、一つ目の課題の勝者を発表するためにまた君たちを集めるからな。あんな課題バカバカしいったらあれしないわ。ほんとバカみたいよ。危険な課題に備えてきたっていうのに不安で体調崩した人だっているのよ。まあ私は違うけどね。私以外の誰かよ。これは三大魔法学校対抗試合のチャンピオンとして私たちを備えるためのものじゃないの。危険な世界で生き残っていけるように私たちを訓練するものじゃないの。ミススナイド、その辺にしておきなさい。それは全魔法使いトーナメントの勝者の振る舞いとして相応しくない。お、なんかケトルバーン先生かっこいいね。ケトルバーン先生にどうしよう。
ケトルバーン先生の言う通りだよメルラ。このトーナメントに選ばれることが名誉なんだから。先生の犬になったら全魔法使いトーナメント杯をもらえるわけじゃないのよ YouTube。 それに私はまだ魔法使いトーナメント杯を勝ち取るつもりよ。俺のせいだ。この課題では2フラー以上のことも計画してたんだ。だがお前さんたちが試合の危険さや死人が出たって事実を怖がっているのを図書館で見たとき、ローワンを失ったこともまだ新しいし、ハグリッドって優しいもんな。すごくあんまり危険じゃない課題で魔法使いトーナメントを幕を開けた方がいいんじゃねえかって思ったんだ。まあでもそれで本番本当に死んじゃったら元も子もないからね。厳しくやってほしいよな本当はね。でも挑戦を恐れるなって言ってたじゃないかハグリッド。それに僕はトーナメントにもっとドラゴンの関与があっても全然構わないよ。埋もれた部屋でハンガリーホーンテールと出くわしても僕は怖くなかった。もっとドラゴンに会いたいって思ってるくらいだよ。僕はこの全魔法使いトーナメントを通してどんな呪われた部屋の危険に立ち向かえるようになりたい。それなら2つ目の課題はわしが計画したからもっと期待に沿うようなものを提供できるじゃろう。わしのこの見た目じゃ怖い、命を落とすほど危険なことなど知らなそうだと思うかもしれんがな。いいえ、先生なら絶対知ってるってみんな思ってると思います。まあケトルバーン先生もあと2年ぐらいかな。それじゃあもっと危険なやつで行こう。みんな十分に休息を取った方がいい。次に呼び出すときは1つ目の課題の勝者を発表する。まあ途中でハグリッドになるからね、魔法生物飼育学の先生ね。お、2時間待ち。結果を聞く。1つ目の課題の勝者をもうすぐ発表する。こんにちは、チョメです。では大広間やっていきます。右上、エネルギーまだ回復最中ですね。いい感じですね。デニスを連れてくればよかったわ。幸運をもたらせてくれるから。カエルですね。昨日あったニフラーの一匹をモデルに肖像画を描いたの。私の母さんは預言者だけど、誰が全魔法使いトーナメントに勝つかはわからないって。はい。お、ガリオンだ。なんか寂しいな。一つ目の課題の時に僕が集めた量はキラキラした硬貨1枚分なんてどころじゃないと思ったんだけど、私たちも同じことを思ってるわ。でもみんな1枚ずつしかもらわなかった。これは一体どういう意味なのかしら。あなたはわかるチョメ。褒美、手がかり、企み。手がかり。二つ目の課題が何かを示す手がかりじゃないかな。図書館の本で三大魔法学校対抗試合には謎々が使われることが多いって読んだわ。寮の寝室に全魔法使いトーナメント杯を飾るためならどんな謎々だって解いてやるぞ。まあ知識もあるからね中にはね。ハグリッドとケトルバーンが一つ目の課題の勝者を発表するときにもっと詳しく説明してくれることを願おう。あんたがイスメルダと私に一つ目の課題はニフラが関係してるって言ってたけど、あれは本当だったのね。 YouTube、 あなたが次の課題でどんな戦略を考えてるかは知らないけど、あなたには目を光らせておくから。好きにすればいいよメルーラ。僕にとっては自分との戦いなんだ。君に対抗意識を燃やすことなんかそこまで考えてない。もちろんあんたならそういうことも言うわよね。まあどんな敵が来てもね、勝てるようにしとかないとね。ようこそ参加者の皆さん、全魔法使いトーナメントの一つ目の課題を無事終えたな。おめでとう。簡単な課題で幕を開けてよかったな。ケトロバン先生が次に計画してるのは、まあとりあえず三大魔法学校対抗試合で見るような危険さと難しさに近いってことだけ言っておこう。さあ一つ目の課題の勝者を発表する前に何か質問はあるかな。あります。どうして僕たちはキラキラした効果を一つずつもらったんですか。バーナビーめっちゃ直球やな。その質問を後にして、一つ目の課題で誰が勝ったのかを知りたいです。しかしミスターリーはいい質問をしたぞ。君たちに渡した効果について話し合う時間を設けるといいかもしれんの。じゃあ話をやってみましょうか。回復してる。3時間やっていこう。大丈夫でしょう。普通に今回上がりやすいから。僕の効果をノクタン横丁での取引に使いたいな。こういうトーナメントでは見た目で判断できねえことばかりなんだ。まあ、だいたいタイトル画面でネタバレになってるけどね。キラキラした効果、キラキラした効果でない時がいつか考えてみるよ。
1つ目の課題は誰が勝ったの？私？教えてよ。このトーナメントでは要求する態度より辛抱強さがものを言うの。読むな、なんか亀井戸。調べることは調べたわ。謎々でも何でもどんと来いよ。いいね、その意気込み。このキラキラしたものについてはさっき言った憶測で間違いない気がする。じゃあイスメルだ。キラキラしたものって嫌いなの。じゃあチャーリー、全魔法使いトーナメント杯もこれくらいキラキラしてるんだろうな。心の内を明かす。これでね、星をすべて集めることができました。いつも通りコインもゲットしましょう。それじゃあこの効果は見た目以上の何かがあるってことしか教えてくれないんですか？それだけでもう十分ヒントだ。それじゃあ次は誰が勝ったのか教えてくれませんか？全魔法使いトーナメントでリードしてるのは誰なんですか？私も知りたいです。私たち全員知りたがってます。それではニフラーの邪魔がありながら一番多くキラキラしたものを集めた参加者、一つ目の課題に勝利し100点を獲得したのは、チョメ YouTube じゃ僕ですか？絶対バティーヤがリードしてると思ってました。時間切れになる直前に私が集めたものをすごく必死なニフラーがかすめていったんです。もう一度数え直してもらっていいです？私が今持っているこの効果も最終的な数に入れてください。だけど、みんなもらった数が一緒だから、それを足したって得点は変わらないよ。あれ？この全魔法使いトーナメントに参加することで、僕の頭が良くなったんじゃないか？集計に間違いはない。おめでとう、ミスター YouTube。全魔法使いトーナメントの優勝者となり、全魔法使いトーナメント杯を受け取るのに一歩近づいたな。ありがとうございます。栄光に浸っている暇はねえぞ。二つ目の課題の準備をしねえとダメだからな。次の課題では300点獲得できるぞ。今回の意味ないじゃん。それじゃあその課題に勝利すればリードできるってこと？いいわ。いつなの？どこなの？その質問の答えは君たちに渡した効果を見ればわかるじゃろう。もう一回見る？どこだろう次。今すぐ変身術の教室で会おう。他の人に先を越されてるみたいだけど。ヒントを解読する。変身術の教室に来ました。この効果を調べてるからちょっと一人にしてくれないかな。だけどハグリッドが言ってたヒントは見た目で判断しちゃダメってことだった。変身術の教室に来ようと思ったのは君だけじゃないよ。あ、なんか戻す感じかなコインをね。だけど僕はここにいるといつも作業がはかどるんだ。集中できる場所なんだよ。まあ確かにここで服とかもいつも作ってもらってるよね。一体どうしたんだ？チョメよかった。この場所は僕がスタイリッシュな変身を可能にする場所だって君からもジェイに言ってくれないか？アンドレは教室を独り占めしたいみたいなんだ。どうして一緒に使っちゃダメなんだ、アンドレ？だって僕たちは全魔法使いトーナメントで競い合ってるんだぞ。君なんか一歩リードしてるじゃないか。だから僕はチョメと一緒に作業したいんだ。勝ちたいならリードしてる人と一緒にいないとな。僕が勝ちたいのはトーナメントの課題を制覇すれば呪われた部屋にもっと備えられるからだけど、君たちはどうしてそんなにトーナメントに勝ちたいって思ってるんだ？僕は何をするにも最高かつ最強の魔法使いでいたいってだけだよ。一番スタイリッシュな靴下、飛行訓練の授業での最高に出来のいい宙返りの実演、僕は勝ち組として見られたいんだよ。僕は負け組として見られたくないからだよ。僕はどんな魔女や魔法使いよりも罰則を受けてる。だけど僕がそうやって罰則を受けるのは僕はバカだからじゃない。なんか大丈夫顔。なんかめちゃめちゃ頬こけてない ?J さん。僕が罰則を受けるのに変なことに妙に頭が働くからなんだ。つまり君は罰則に関して最高かつ最強ってことか？そうかもな。わかりやすく言い換えてくれてありがとな。あのさ、これは僕たち全員が揃って同意できることだと思うんだけど、全魔法使いトーナメントが皆にストレスを与えてるってことか？皆が持ってるキラキラを全部合わせればノクターン浴場でいい取引ができるってことか？変身術の呪文を使えば次のヒントを発見できるってことだよ。それは確かに同意するよ。僕もだ。それじゃあ僕たちの効果の変身術を解こう。
レパリファージでいいんじゃないの普通に。ヒント2、かかった変身術を解く、3時間やっていきます。星5で合格ですね。ちょっとね、サウンドの方は消しております。覗かないでくれよ、魔法使いが作業してるんだから。呪文を唱える。レパリファージが効かない。別のバリエーションがあるのか。あ、レパリファージが効かないんだって今回。僕のリードはすぐに覆されるかもしれない。友達が皆僕を。全魔法使いトーナメント杯を勝ち取れば、その中にいろんな金製品を隠せると思うんだ。そんなに器でかかった？もう少しで突き止められそうだ。早く次の展開を見たいな。全魔法使いトーナメント杯はピッツよりも大きいのかな。ピッツの方がでかいんじゃないのかな。誰が一番早く変身術を解くことができるかな。これも対抗意識を燃やしてるってことですね。最高かつ最強、最高かつ最強。アンドレ怖いわ。後ろからなんか飛んできそうで怖いわ。あ、これループになったな。早いな、ループ。これさっき読めなかったのを読もう。僕を任そうとしてるっていうことか。なるほど。疑問を持つ。即座に対応を余儀なくされるとしたら？じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちください。なんか、効果音がなくて寂しいけど、ゲットしました。ゲット。お、なんだこれ、ブドウ？ジェイ、アンドレ、見てくれ。僕の効果は瓶に変わったぞ。中身は？わからない。僕も。僕はわかると思う。君には借りができたな、チョメ。え、何か持ってきてくれるの？おいおい、アンドレは本当に競争精神が強いな。この全魔法使いトーナメントは普段見えない参加者の性格をむき出しにしてる感じがあるな。そうだな。だからもしかしたら僕も。でもなんかブドウではなさそうだわ。言っていいよ、ジェイ。全魔法使いトーナメントの優勝者になりたいのは皆同じだ。ありがとう、チョメ。君よりも先にその瓶の中身がなんか分かったら知らせるよ。本当かいな。なんかちょっと長いよね。ビーンズなのかな、何かの。私も変身術を解くことを考えるべきだったわ。どうして考えつかなかったのかしら。メルーラ、僕たちをスパイしてたのか。違うわよ。あんたをスパイしてたのよ。この全魔法使いトーナメントであんたが一番手強い相手だから。二つ目の課題であんたを任して私がリードを取るまではね。君がスパイしてるのは意外でもないか。君はどんなことをしてでも勝つって態度を明らかにしてたから。そのためならこの2つ目の課題であんたと協力することさえ。今僕を任してやるって言ったじゃないか。私たちはこのトーナメントのトップ2の参加者よ。 YouTube 誰も口にしないけどみんな心の中でそう思ってるわ。協力して2人でトップに上り詰めて誰にも邪魔されずに競い合いましょう。そうであるべきなよ。お互いに対するライバル精神で周りが見えなくなったらお互いに足を引っ張り合うリスクがあるわ。そしたらアンドレとかバティアとか他の人の先を越されることになる。でも私たちのどっちかが次の課題に勝てば最後の課題はあんたか私の一騎打ち状態になる可能性が高くなるわ。その理論穴だらけだよ、メルーラ。でも興味をそそられるはずよ。私を恐れているなら別だけど。興味をそそられなかったし君を恐れてもないよ。どうする？2つの課題で協力したい？え、これいいや、協力するのはやめようっていうのを上見て、多分みんな同じなんだよね。ちょっとメルーラと協力してみていいです？上にしよう。わかったよ。え、これもしかして私失敗する感じ？大丈夫？この2つ目の課題を達成するために協力しよう。賢い選択よ、 YouTube。 先生が約束した通り次の課題が危険で難しいものならお互いに助け合うのが一番だと思う。ちょっとメルーラとね、私は一緒にやってみようかなと思って選んでみましたけど。だけど君を信用する理由は僕にはないよ。一つ目の課題の特にニフラのことを正直に教えてくれたでしょ。私があんたに嘘をつく理由なんてないわ。確かにこの瓶の中身が何か君は知ってるのか。いいえ、でも気持ち悪い豆みたいに見えるわね。次の挑戦のために食べろなんて言われないといいけど。豆？
食べ物？それ、いい線いってるかもしれないぞ。次に行くべき場所に心当たりがある。見れなかった人のために下選んどけばよかったかな。答えを探す。もう少し魔法生物飼育学の教室にいることにしたの。だからあなたも急いでくればここに合流できるかもね。こんにちは、チョメです。やっていきます。お、なんだこれ、ロックケーキが落ちてる。すごいね。はい、ロックケーキの材料なのかな。あ、ロックケーキと思ったらパフスキンかな。またクラップの子犬たちが出てる。パフスキンだった。ロックケーキじゃなかった。一体何がどうなってるの。なんだか可愛いんだけど。全魔法使いトーナメントのプレッシャーがすごくて休憩が必要になったのよ。パフスキンとクラップの子供が一緒に遊んでいるのを見てたら不安な気持ちなんて吹っ飛ぶよ。そうだな、私子犬のクラップのサイドクエストやったばっかりだからね。何言ってんのよ。パフスキンは投げてこそ意味があるってものよ。ああ、ベアトリスと投げてたね。埋もれた部屋の後、ペンと僕を元気づけるためにハグリッドとケトルバーンがパフスキンとクラップの子供を連れてきてくれたよ。私を元気づけようとしてくれた人なんていなかったわ。レイクピックに貼り付けの呪文をかけられたのは私なのに。ローアンが死んでからパフスキンやクラップの子供が遊ぶのを見に来ることが多くなったわ。みんなでもっとここに来るべきなのかもしれないな。ローアンは僕たちにずっと仲間でいてほしいって思ってるだろうから。ローアンが何を思ってたかなんて誰もわからないわよ。あんたたちは好きにすればいいわ。私は復讐計画を立てるから。ほらな、僕たちはみんな肩に力が入ってピリピリしてるだろう。この全魔法使いトーナメントってそういうところがあるのよね。そうでなくてもホグワーツには不安にさせる要素がたくさんあるっていうのに。いい成績を取るとか、友達を作るとか、誰かと付き合いたいとか付き合わないとか、名誉ある魔法トーナメントで死ぬとか。今言ったの一つだけ深刻度がやたら高いやつがあったけど、君は勝ちたい気持ちが強いと思ったよ、リズ。ええ、勝ちたいわよ。私はあなたたちほど人気者じゃないからっていうのが理由だけど、私が全魔法使いトーナメントの優勝者になればもっといろんな人が友達になってくれるかなって思ってるの。リズ、友達を作るためにコンテストに勝つ必要はないんだよ。僕たちがいるじゃないか。 YouTube もバーナビーもいるわ。友達なんていたって仕方ないとは私は思うけど、一人でトーナメントに備えるのがすごく疲れるの今。そのことをバーナビーに話してたところよ。中でも最近リズ結構出てくるようになったよね。僕は未だに自分がトーナメントに選ばれたことが不思議だよ。ダンブルドアに校長室に呼ばれて、選ばれたのは僕じゃなくてリー・バーナビーだって言われる夢を見たんだ。リー・バーナビーって誰？僕の名前を入れ替えただけだから、夢の中の僕が作った架空の人物だと思う。あんたたち本当にプレッシャーに耐えられないのよね。休憩することにしたのは正解よ。休憩してるってことはまだ効果の変身図と解いてないってことか。ええ、私たちってあまり競争精神がないのね、きっと。変身術を解いて出てきた手がかりを君たちに見せたら、一体それが何か教えてくれるか。お互いに助け合う形になるんだけど、リズと僕が君の助けになれるってどうして思うんだ。君たちは魔法生物について詳しい。僕はこの手がかりが生物の餌か何かじゃないかって思ってるんだ。見せて。あ、生物の餌かもしれないな、もしかしたらね。ヒントをよく調べる。3時間やっていきます。チョメルーラから。私は気持ち悪い豆みたいって言ったの。ちょっと声が枯れてますけどね。これ何か分かったと思うわ。なんだろうね、本当に。じっと見よう。ここに入っているものを見てるだけでまた不安になってきたわ。マナビ、僕には卵に見えるな。何の卵だろうね。魔法動物かな。魔法生物について君たちより詳しい人なんて他にいないよ。私たちを騙そうとするなら後悔させてやるわ。僕はこの瓶好きだな。いい瓶だと思うよ。リー・バーナビーならこれが何か知ってるだろうな。なんかどんな瓶でも褒めそうだね、バーナビーって。これが2つ目の課題のヒントなら、すごく危険なことをさせられると思う。
僕は瓶の中身を食べようと思わないけど、生物なら食べるかも。ちょっと怖いよね。毒とかあったら困るからね。あ、ループになったかな。じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちください。溜まるのも早くていいね、すごく。あと少しだ。はい。いつも通りね、コインをゲットします。あ、かわいい。近くで見ると結構、きらびやかなんだね。コーヒー豆のでかいバージョン？この瓶に入っているものが何であれ、パフスキンが気に入ってるみたいだ。パフスキンは何でも食べるけどな。私は瓶に何が入っているか分かったわ。人間が食べたら病気になるものよ。小さくて黒くて人間には毒。それから魔法薬の材料としても使われるわ。耐久薬とかね。なんかの卵なのかな。その瓶の中身が何か分かったちょめ。分かんないな。なんとかの卵、ドクシーかな、毒ってことは。ドクシーの卵か、大きさ的にも。僕が卵みたいだなって言ったのを聞いてたんだな。そう、それかいよ。ドクシーの卵よ。私は分かってたわ。っていうか、ちゃんと予想できたわ。まあ、大きさ的にそうかなと思っただけだけどね。僕がいなかったら君はこのヒントさえなかったんだぞ、メルーラ。私たちもね、ありがとう、チョメ。全魔法使いトーナメントの次のヒントがドクシーの卵だって突き止めるのを手伝ってくれて、こっちこそありがとう。ドクシーの卵は2つ目の課題とどう関連してるんだろう。卵のことは孵化しない限りは心配いらないわ。でもドクシーみたいな毒の牙を持つ妖精が次の課題に関わってくるなら確かに危険ね。パフスキンとクラップの子供にどれだけ囲まれても気分は良くならないでしょうね。それじゃあできるだけ備えられるようにした方がいいな。もうすぐ2つ目の課題に呼ばれるだろうから。さあ、待ち時間は？あ、なかったね。2つ目の課題の準備をする。あなたを元気づかたいんだけど、いいかしら？今すぐ中庭で会いに来て。ヒルチさんが後ろにいるんだけど。あ、ベニーのやつ聞きに来ました。危険な匂いがする。このトーナメントがあることで皆の気が紛れてる気がするわ。全魔法使いトーナメントで皆が優勝してほしいって思ってるのは君だよ。ちょめ、トーナメントの一つ目の課題でリードできたのにおめでとうっていうチャンスがなかったわ。おめでとう。ありがとう。もうそんな話が広まってるとは知らなかったよ。ちょっとゲーム音がないですがね。もちろんよ。私の魔法薬学の授業はあなたの話で持ちきりだったのよ。そのおしゃべりのせいでスネープがイライラしてたわ。ベニー、君は参加者でもないのにこの全魔法使いトーナメントにすごく固執してるみたいだな。クイディッチと同じよ。私はプレイしないけど大好きなのに変わりないわ。それに私だけじゃなくてホグワーツの全校生徒がこういうものをして気を紛らわせてるの。みないつも呪いについて考えちゃってるから。それにローアンに起こったことを誰も忘れられない。忘れられるべきじゃないよ。全魔法使いトーナメントがあることによって皆が不安なことから気を紛らわせることができるのよ。トーナメントがあったから何かが解決するわけじゃないけど気分転換にはなってるわ。それじゃあ参加してる僕としてもやる意味がさらにできたよ。ホグワーツの全校生徒がそんな気持ちで見てるなら。本当ね、二つ目の課題は皆も見ることができるから特によ。え？知らなかったの？だからあなたを元気づけるために話しに来たのよ。二つ目の課題について知っていることを教えてくれないかな、ペニー。ペニーから情報を得る。3時間やっていきます。ちょっとゲーム音直りました。噂と憶測が飛び交ってるの。私はいろんな人から話しかけられるから。2つ目の課題はすごく危険らしいんだ。ケトルマンがそう言ってた。独身関係だと思いますね。トーナメントの参加者をもう一人増やすことはできるのかな。今からはちょっと無理なんじゃない。もう次の課題は絶対見に行く。まあでも逆転できるといえばできるのか。私が知ってるのは2つ目の課題が訓練場で行われるってことだけ。他の参加者は何人くらいこの情報を聞きつけているだろう。まあ知ったからってね、どうってなることないけどな。参加者がみんな気をつけてくれるといいんだけど、ちょっと有利ってだけだよね。ホグワーツの全校生徒が全魔法使いトーナメントの参加者を応援するために来るのよ。それはすごいことだ。応援しに行くわ。
方から不安になったら私を探して。探す時間あるかな。でもなんて言うんだろう、ペギーさん毎回毎回出てくるよね、ほんとね。あなたなら大丈夫って信じてるわ。誰よりも先にそういう情報が入ってくるの。さっき読めなかった後半ですね。次の課題は絶対に見に行く。ベン。じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちください。もうね、ループになりました。はい、いつも通りね、コインをゲットします。それじゃあ2つ目の課題が訓練場で行われて、全員が感染できるようになっているっていうのは確かなんだな。ハグリッドからそのことを皆に広めてくれって言われたの。あなたの耳にももう入ってると思ってたわ。ハグリッドとケトルバーンは課題が始まる直前までほとんど何も教えてくれないんだ。ヒントはもらえるけど、意図してくれるものもあれば、間違って口を滑らせたのもあれば。二つ目の課題についてはどんなヒントを持ってるの？ドクシーに関係があるかもしれないってことは分かってるよ。ドクシーは恐ろしい害虫よ。噛まれたら毒に侵されるんだから。伝統的に三大魔法学校対抗試合の課題は危険で死人が出るものもあるんだ。全魔法使いトーナメントは三大魔法学校対抗試合が戻ってきた時に僕たちがちゃんと参加できるぐらいの能力の身につけているかを試すために行われてるんだ。しかも僕の兄さんはこういうトーナメントを通して自分が呪えた部屋に直面できるぐらい備えられてるか測ってたらしい。あなたはもう呪われた部屋で十分なほど危険な目にあったじゃない。それに目の前で親友が死ぬのまで見てしまったわ。もちろんあなたのことは何があっても支えるつもりをちょめ。でも危険なものだって知ってしまった今、あなたのことが心配でたまらないわ。あなたも次の課題について新情報を聞けたわけだけど、このトーナメントはやっぱり危険を犯す価値があるものだって思ってる？参加する義務を感じる。まあ嬉しいよ、正直。いろんなの楽しいから。まあリアルだとちょっと怖いけどな。うん、全魔法使いトーナメントに参加できて誇らしいよ。三大魔法学校対抗試合のチャンピオン候補としてダンブルドアに選ばれたし、僕の勇気、知性、魔力をホグワーツの全校生徒の前で試すことができるし、兄さんが在学中にやりたかったことを僕が代わりにできてるのも嬉しい。危険だから怖いっていうよりも名誉だっていう気持ちの方が大きいよ。あなたは勇敢な人ね、ちょめ。二つ目の課題が始まった時、訓練場で僕はどれくらい勇敢になれるかはわからないけれど、ドクシーは空を飛ぶ。次の挑戦に失敗したら大怪我をするかもしれない。あ、なるほど、飛び回るドクシーを捕まえる可能性もあるな。ゲット。パート3、全魔法使いトーナメントの難易度が上がった。難しく危険な課題に挑むこと、挑む準備はできているのかをやっていきますね、次回からはね。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。3時間待ちですね。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。まあ、予告はこんな感じです。まあ、後半ちょっと小声とかいろいろありましたがね。